もしもーし。こんなとこで寝てたら風邪ひいちゃうよ。よかった。意識はあるみたいね。君大丈夫？大丈夫じゃないでしょ。何があったか話してくれる？親が夜逃げして、親の借金を肩代わりすることになったけど、君には払える額じゃなくて、学校も辞めることになって家もなくなったね。親戚の人とかいないの？連絡しても繋がらなかったか。そっか、それでこんなところで寝てたんだ。でもさ、君、こんな生活続かないってわかるよね。今日はまだ良かったけど、明日とかレードを下回るんだよ。そんなんで野宿なんて、とてもじゃないけどできないし。下手したら君死んじゃうよ。ごめんね。君に意地悪をしたかったわけじゃないんだ。それで、君が生活できるようになるまで、うちに来ない？そう、私の家。それに仕事も紹介してあげるからさ。別に嫌だったらいいんだよ。え？何でもします？だから姉さんの家にいさせてください。いいよ。それじゃあ帰ろっか。今日から君の家なんだから、ただいまでいいんだよ。外寒かったでしょ。シャワー浴びてきな。バスタオルはそこにあるから。着替えは、とりあえずこのシャツ使っていいよ。今度君の服買いに行こうか。じゃあごゆっくり。どう？さっぱりした？いやいや、お礼なんて大丈夫だよ。体で払ってもらうからさ。押し倒しちゃった。ごめんね。親切にしようとは思ってたんだけど。お風呂上がりの君がエロすぎて、我慢できなくなっちゃった。じゃあ早速だけど、君にお仕事してもらおうかな。え？そうだよ。私が紹介するって言ったお仕事はこれ。私の性欲処理係だよ。君は私がしたい時にさせてくれればいいの。そしたらこの家に住ませてあげる。どうかな？嫌なら別にいいよ。君はまたあそこで生活することになるんだけどね。受け入れるんだ。大丈夫。最初は優しく使ってあげるから。それじゃあいっぱい気持ちよくなろっか。私の性欲処理係くん。